い。じゃあ自己紹介お願いします。先生、おはようございます。本日、無実の時間をいただき誠にありがとうございます。はじめまして。ティオ・オクタ・ケネト・フィックと申します。どうぞ、ティオとお呼びください。生年月日は1996年10月28日です。年は28歳で独身です。私の家族は4人います。父と母と妹と私です。私の身長と体重は約67センチと52キロです。私の趣味はジョギングをすることとバドミントンをすることと泳ぐすることです。私の仕事は勤勉で頑張っている人で、最後まで諦めない人です。チームでも個人でも働けます。これから皆様にお世話になるので、どうぞよろしくお願いいたします。まだ独身ですね。彼女いますか？いません。なまだいない。い。ここまで勉強した？ここまで勉強した？はい。ここ来るまで？専門学専門学校？何の専門学校ですか？校です。専門学校はオーディオビデオです。何の学校？オーディオビデオでビデす。オ、オディ、オディオビデオね。どんなことをする学校ですか？オーディオビデオは、オーディオビデオは、ということは、洗濯機とテレビと冷蔵庫を直します。修理したりする仕事ね。機械とかね。はい、OK。何年ぐらい勉強しました？1年ぐらい勉強します。卒業したら、そういう仕事をしたことはありますか？はい、あります。どんな仕事をやりました？仕事は、リフティングの牧場を手伝っています。仕事は、仕事は、うちに餌をあげたり、水をあげたり、愚者を掃除したり、そして、牛を浴びたりしたいです。言っています。専門学校何年ぐらい勉強しました？2015年、卒業しました。何年ぐらい勉強しますか？何年間勉強しますか？1年間ぐらい。1年間。学校。OK、待って。何年から何年まで勉強しました？2012から2015年まで勉強します。それは何年間ですか？3年間。1年間って何？先生。何年間勉強しますかって聞いたら、1年間ってそれは何？アルバイト。大丈夫。他の仕事行くで。質問わからなかったのね。わかりません。先生。大丈夫。で、卒業した後、どんなことをやりました？電子の会社に働いた仕事は、洗濯機と冷蔵庫と、エアコンと直しました。エアコンを直しました。それは何年間ぐらいやりました？1年間ぐらい。
1年間ぐらい勉強した。専門学校は3年ぐらい勉強した。専門学校でどんなことを勉強しました？私は ampu no sukuri kata o benkyo shimasu. Ano radio o ben asuru kata asukuri kata o benkyo shitemasu. ラジオ、ビデオのことかな？カメラとかかな？はい、カメラ。は先生、何勉強したの？ 3 年間。専門はアウディオ、ビデオですけど、でも、電子の直すの方が、勉強が多いです。写真撮るのはと違います。機械直すの方が、たくさん授業がありました。機械直す授業をやりましたね。それで1年間ぐらい、仕事をした。電子修理。じゃあ、2016年まで働いた。2016年からはどんなことをやりました？私は両親の牧場を手伝っています。仕事は、牛に餌をあげたり、牛舎をすじったり、水をあげたり、そして、牛を浴びていま両人の牧場、何と言いますか？ごと言います。ごといる。はい。お父さん、お母さん、どんな仕事をやっていますか？はい、先生、わおかりま父す。さん、お母さん、どんな仕事をやっていますか？お母さんと、一さお母さんとお父さんは、牧場をもらっています。牧場やっています。5匹だけで家族やってんの？ 5 匹だけで。それで、はい、みんなでやってる。畑います。まあ、畑があるね。畑何を作っていますか？例えば、ナスとか、ゴーヤとか、トウモロコシです。トウモロコシ。わかりました。じゃあ、2016年からずっと牧場を手伝ったり仕事をしてた？他は何もやってない？他は仕事してない。牧場だけね。どうして外仕事行かないですか？うちの仕事だけでいっぱい？全然聞いてもらえますか？Kenapa Tio tidak bekerja tempat lain? Kenapa hanya bekerja di tempat orang tua? Karena tempat orang tua sibuk dan saya nggak ada yang membantu. Bekerja. Gajinya juga kecil di tempat lain, saya lebih baik membantu orang tua. Eto, Tio tinggal, tiga atau kai suka sih kute, sute, bukan mau kai sani sih kute secara, Tio wa, ya sih deh secara, kalau Tio tinggal no toko rono hoga, muto kan ini dari masuk. Karena mina5匹、養豚だけでしょ？お父さん、お母さんもその仕事をやってる牧場だけ。畑広いですか？畑広いですか？大きいですか？畑。広いね。わかりました。どうして日本に行こうと思いましたか？日本に来るは、日本人の働き方と、日本の文化と、日本語を学びたいです。それに、お金をたくさん貯金して、自分の牧場を開発したいです。はい、以上です。
わかりました。タバコ吸っていますか？吸っていません。タバコは吸っていません。牧場は日本の牧場もっと大きい。何百頭もいる。ちょっと汚い仕事、重い仕事いっぱいあるけど、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。朝早く起きれますか？ 4 時から。お昼休憩だけど、朝4時、5時起きて、仕事して、お昼休憩したりするけど。あと、遅番もある。遅くまで仕事するときもあるけど、大丈夫。はい、大丈夫です。あんまり遊べない場所です。牧場ですから。大丈夫かな？はい、大丈夫です。わかりました。日本に何年ぐらいいますか？1年間ぐらいです。3年間ぐらい。日本は3年間ぐらいいたいね。5年間ぐらいで5年が、はい。すみませんが。いや、自分。5年間ぐらい。年間ぐらいね。わかりましはい。た。すみません。腰が悪いとか、背中が痛いとかありますか？はい、ありませんね。いえ、ありませんね。いえ、ありませんね。はい、ごめんなさいね。大丈夫です。わかりました。わかりました。ちょっとまた企業と連絡して、面接来ましたら連絡します。あはりい、がとうご先生、ざいあましりた。がとうございます。どうぞよろしくお願いします。